地上にある栄養結晶の回収だ。緊張しているのか、地下生まれ。まあ無理もない。初めて地上に出るんだからな。余計なことは考えるな。メイガスである私に背中を預けて進め。機体の調子は良さそうだな。目標地点でブースト移動してみる。オーバーヒートには注意しろよ。このジップラインを登れば地上だ。さっさと行け。初めての地上はどうだ？何？雨が降らなければどうということはない。早速栄養サーチで結晶を探してみろ。栄養結晶反応あり。画面右上のレーダーに表示したぞ。向かえ。あれが人類の敵、エンダーズだ。発光しているコアを狙って倒せ。よし。機体が損傷を受けたらリペアキットを使え。数が多いな。むやみに突っ込むのよ。攻撃の回避にはステップが有効だ。栄養結晶を回収しろ。小ぶりだな。純度も低い。これでは足らん。もっと大きいものを探せ。これだけあれば十分だ。教会も満足だろう。持ち帰るまでが試験だ。地下へ帰還できるエレベーターへ向かえ。注意しろ。クレイドルコフィンというのは安全です。このエリアは期待が持たん。雨宿りする場所を探せ。このまま様子を見ろ。お前、地下生まれにしてはいいセンスをしている。シミュレーターと違って地上での操縦は難しいんだ。気に入ったぞ。小雨になったな。これなら大丈夫だろう。行くぞ。だから雨は嫌なんだ。雨はエンダーズを強化する。このままでは危険だ。手助けしてやる。ま
チシュート。帰るときは必ずここを目指せ。帰還申請を送れ。帰還エレベーター到着までは時間がかかる。ここで気を抜いてやられるドリフターは多いんだ。エレベーター到着5秒前。エレベーター到着。警戒を怠らずに乗り込め。機体が傷ついたらリペアキットを使え。気をつけろ。お前合格したらアメイジア地域に行くらしいな。あそこは栄養結晶が豊富だが、それだけライバルの数も多い。栄養波に引き寄せられたエンダーズも大量にいる。いざとなったらクレイドルを捨ててでも命を守れよ。よし、これにて試験終了。合格だ。お前には専属のメイガスが支給する。